はい、今日はですね、今江別にいるんですけど、サンホームビデオって懐かしくないですか？今ですね、日本に唯一1店舗だけあるサンホームビデオの前でございます。で、時間がもう遅いんでお店の方は閉店してるんですけど、これがですね、サンホームビデオです。北海道の江別市に日本で唯一のサンホームビデオがまだ残っております。サンホームビデオっていうところがね、もう時代を感じるネーミングかと思います。で、サンホームビデオの江別店と書いてあります。まあ、今ビデオじゃなくてね、当然レンタル DVD になってくると思います。で、ゲームソフトもね、ここ取り扱ってます。で、 CD のレンタルはやめたみたいですね。 CD レンタルって書いてるんですけど、今はやってないそうです。で、今日はですね、ここのサンホームビデオについて動画にまとめましたので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。現在日本で唯一生き残っているサンホームビデオ江別店でございます。全国的に見てレンタルチェーン店が少なくなっていっている中、この江別店、サンホームビデオの江別店は根強く生き残っている店舗でございます。サンホームビデオと聞いて結構懐かしいと思う方々はいらっしゃるかと思います。かつては業界3位だったサンホームビデオでございます。北海道や東北を中心にチェーン展開していたサンホームビデオでございます。2005年の時点で店舗数が110店舗以上を数え、ツタやゲオに次ぐ業界3位のレンタルビデオチェーン店でございました。しかしながらレンタルビデオ業界の競争激化やネット社会の普及により、2005年9月にツタヤを運営するカルチャーコンビニエンスストアと業務提供を結び、ツタヤにフランチャイズ加盟する形となりました。それ以降、順次サンホームビデオの店舗はツタヤの方へ切り替わっていきました。だが一部の店舗ではサンホームビデオのブランドを維持する店舗も複数存在しておりました。最盛期に100店舗以上の店舗があったサンホームビデオでございますが、去年2020年の3月15日に北海道の士別市にあったサンホームビデオ士別店が閉店いたしましたことによって、現在日本で唯一サンホームビデオのブランドを冠した店舗はこのサンホームビデオの江別店のみとなります。ちなみにこのサンホームビデオ江別店を運営する会社は株式会社ビダウェイという会社でございます。ビダウェイの運営するレンタル店は全部で54店舗あり、そのうち53店舗がツタヤのフランチャイズ、残りの1店舗がこの江別にあるサンホームビデオ江別店となっております。以前はサンホームビデオは札幌市内にも数店舗あったかと思います。そしてこの江別店が残っていること自体、知らない札幌市民は結構いらっしゃるかと思います。そういった中、今回動画でこのサンホームビデオを取り上げてみました。やはりレンタルビデオ店ですね、こういったお店の醍醐味といえば、並んでいる商品を見てどれを借りるかこう迷っている時が一番ワクワクしてたような気がいたします。まあ、そういった思いがですね、このサンホームビデオ江別店に来ると味わうことができるということでございます。はい、そんな感じでございます。今回は日本で唯一残っているサンホームビデオ江別店のことを動画に取り上げてみました。最後までご視聴していただきましてありがとうございます。